パリオリンピックで2つのメダルを獲得した北九州市出身の早田ひな選手がオリンピックが初めて地元福岡に凱旋しました。今日午後4時ごろ、福岡県庁で拍手で迎えられたのは北九州市出身の早田ひな選手です。パリオリンピックの卓球個人で銅メダル、団体で銀メダルに輝いた早田選手は、合わせて2つのメダル獲得を報告するため服部知事を表敬訪問しました。パリオリンピックで負傷した早田選手の左手には今日も包帯が巻かれていました。服部知事は、怪我をしながらも戦った姿は我々に勇気を与え、世界の皆さんにスポーツの素晴らしさを伝えたと話し、早田選手の活躍を称えました。こういった形で地元に帰ってこれて、そしてこうやって本当に嬉しい報告が、することができて本当に良かったなと思ってます。自分自身のパリオリンピックの金メダルっていう目標を達成することはできなかったので、やっぱりロスで金を取るために自分が何していくかっていうことを考えて過ごしていきたいなと思います。早田選手は今年11月に北九州市で行われる国際大会に向けて、当面は怪我の治療に専念するということです。